前回までのあらすじ、江田三郎は構造改革論を導入して社会党の現実主義化を図ろうとするも左派の激しい抵抗により失敗。その反動で日本における社会主義の道という綱領を作って社会党は一気に左傾化する結果に。結局1960年代前半を無意に過ごし時代は1960年代後半に入っていくよ。で1960年代後半に入ると風向きが変わっていく。1967年衆院選では自民党は不祥事を起こしまくってた上に、都市化が進んだことで社会党が強い都市部を中心に19議席増えたことで社会党に有利な情勢になっていたんだ。しかし自民党は1議席減で277議席だったものの社会党は1議席減らして140議席という結果に終わったんだ。ボーナスゲーム状態にもかかわらず社会党の議席が振るわなかった理由は多党化の進行だよ。創価学会を地盤とする公明党は初挑戦で25議席を獲得。また民社党の支持基盤である全労会議は総同盟や全官公などと一緒に全日本労働総同盟同盟を結成し一本化。さらに総領に反発した民間労組を吸収して勢力を拡大していったんだ。そのため民社党は7議席増やして30議席獲得したよ。要するに社会党に対する支持は他の野党によって奪われ始めていったんだ。この危機に対し社会党は一体何をしていたでしょう？答えはなんと全く懲りずに派閥構想をやっており足の引っ張り合いを続けていたんだ。社会党の派閥構想は構造改革派の敗北で終わったかと思いきや、主流派である佐々木派と反主流派である江田派和田派の地に勝又派の主要3派の争いとなりより激化していったんだ。この選挙では佐々木構造は自分の派閥のところだけ応援しに行って反主流派への応援はおざなりにするといった感じで派閥意識を剥き出しに。それで選挙結果が微妙だったことから江田派は反撃を実施。親中派の佐々木派が文化大革命を礼賛したから負けたんだと攻撃したんだ。こんな感じで激しい派閥抗争が展開されていたよ。1968年の参院選では労組依存体質から脱却するべく割り当てられた地域でのみ選挙活動を行わせたんだけど、そもそも社会党は党組織がきちんと確立できてないのでうまくいくわけもなく、結果は8議席減の28議席と大敗を喫したんだ。一方組織化がきちんとできてた公明党は前回から2議席増で13議席、共産党は1議席増の4議席、また民社党は4議席増の7議席と多党化が一気に進行してきたのを物語っているね。他にも候補者の知名度が挙げられるよ。自民党は無党派層を掘り起こすべくタレント候補を擁立したのに対し社会党は労組の幹部ばかり擁立。労組幹部を擁立する方法は時代遅れとなっており社会党候補の知名度の低さも敗因となったんだ。結局これらの問題は全く解決できず1969年の衆院選に突入。その選挙で社会党は44議席減の90議席という歴史的大敗を喫したんだ。理由としては公明党共産党から議席を奪われたことがまず挙げられるよ。また肝心の支持基盤である労組内でも社会党の支持が減少していたんだ。その原因はマスメディアの発達や労働者の高学歴化によって労働者の視野が広がり労組の言う通りにダクダクと投票しなくなったからだよ。これによって全組合員に対し社会党への投票を強制できなくなったんだ。また別の敗因として社会党の支持者が危険に回ったことも挙げられるよ。ソ連など東側諸国がチェコスロバキア共産党の改革運動、プラハの春を武力で潰したことで社会主義への幻滅を起こした。加えて日本における社会主義への道のようなプロレタリア独裁を認め議会制民主主義を軽視するような姿勢が有権者の不況を誘ったよ。こんな感じで社会党の支持が一気に離れたんだ。要するに今までのツケが一気に回ってきたのが原因だね。この惨敗に対し社会党はどのようにして挽回しようと考えていたかというと、成田智美委員長は社会党の今までの路線が間違っているとは考えず党組織を改革すれば大丈夫と主張したんだ。この主張に対し江田三郎書記長は反発。何でも反対しかしてないから、対案を出して国民に選択を迫る力が欠けている。政策を実現させるための具体的運動が伴っておらず、党内と大衆に対し発言の食い違いなど本音と建前の分離があった、などと激しい批判を行ったんだ。結果新しい中間報告では随所に江田三郎の主張が盛り込まれ社会党の運動方針は江田カラーが強い穏健なものになったよ。社会主義への道は多様でありプロレタリア独裁は行わない。複数政党の存在を認めるし言論出版などの自由を保障する。と今までの方針とは反するものになったんだ。
左派から絶対反発くらいそうなのに、この右派的な方針はなぜそのまま通ったのか。理由としては左派の佐々木派が今の体制を続投させた方がいいと考えたからだよ。というのも、この新方針を否決させると衆院選敗北の責任と合わせて井田三郎書記長、成田智美委員長も辞任に追い込まれる可能性がある。が、成田智美委員長が辞めれば井田三郎は確実に委員長選に出馬するだろうけど、佐々木派にはふさわしい人材がいない。それならこの新方針を受け入れてでも続投させた方が都合がいいと考えたんだ。結局問題だらけの日本における社会主義への道の見直しは行われず、新方針は駆け引きの道具とされてしまった。また執行部の辞任が信任投票で拒否されたことで、衆院選の惨敗の責任問題は曖昧にされることになったよ。が、党の再建を目指していた枝葉はこの衆院選を境に衰え始めていったんだ。というのも、社会党は議員の歳費に財源を依存していたのもあって、議員が激減したため、党職員の大規模なリストラを行わざるを得なかった。そしてリストラの責任者が枝三郎だったため、自分と親しい人、枝葉の党本部職員から首を切らざるを得なかったからなんだ。そのため枝葉の党本部職員が社会党から去っていったため、枝葉は弱体化してしまったよ。とりあえず新方針が採択されたことで党内はまとまったこともなく、再び社会党は派閥構想に突入。とりあえず1970年9月に路線対立を抑えるべく新中期路線を策定。が、各派閥の意見をまんべんなくまとめた代物で、世論に訴えかける力もない上に、肝心の党組織強化に対する提言はなし。一方その頃民社党では社会党への合流案が浮上していたんだ。が、民社党と立場の近い肝心の枝葉は勢力を伸ばすことはできず、それでも民社党公明党は1971年の参院選で社会党と一部の選挙区で選挙協力を実施。結果社会党は12議席増の39議席を獲得したよ。民社党は1議席減の6議席、公明党は3議席減の10議席だったため、両党から勝ちを譲ってもらったからなんだけど、まあ社会党は自分たちのおかげで勝ったと考え、民社党公明党の選挙協力のおかげだとはしなかったけどね。一方民社党と公明党は枝葉を離党させて新党を結党をしようと考えていたんだ。が、枝三郎が離党に踏み切れず計画は頓挫。もし自分が社会党を率いる立場になることができればという未練があったからかもしれないね。で、社会党では枝三郎と左派がまたまた激しく対立していた。枝三郎は社会党、民社党、公明党が連合を組んで政権交代を主張。これを社公民路線と呼ぶよ。ちなみに共産党はプロレタリア独裁と中央集権的な計画経済の原則に固執してるとして、政権参加は断固拒否。社会党は前野党による共闘を主張してきたが、数年を経過したにもかかわらず、四野党の足並みは一致ではなく、分離の方向に進んできたことを冷静に受け止めなければならない。ネックは共産党にある。この党外化に柔軟な路線を表明しようと、民主集中制を取るイデオロギー政党であり、党内にさえ民主主義が生かされない独善の党である限り、この党を加えての連合は不可能だということを認識しなければならない。これはすでに、世界的に実証されてきたことであり、共産党とは閣外協力が限界だということである。一方左派はこれに反発して共産党を含めた前野党の共闘を主張して対立したんだ。ただこの前野党共闘案には致命的な問題が。社会党と共産党はまあ組めるとして、問題が公明党と民社党。公明党と共産党は政策は近い部分もあるけど仲が悪い。で、大問題が民社党。民社党は自衛隊合憲、日米安保合憲を主張。そして民社党は反共主義者の西尾末広が結党しただけあって反共イデオロギーを帯びていた。そのため民社党の春日一向委員長は共産党と連合政権を組むことは断じてありえないと明言していたんだ。春日一向委員長は大阪知事選でこんな応援演説をしてたよ。皆さん、共産主義の政治は今の政治より悪い、悪い極悪非道の政治です。論より証拠、百聞は一見にしかず。言ってみれば、よくわかる。プロレタリアとの独裁というが、あのスターリンも、毛沢東も、あの宮本賢治君も労働者ではありません。共産主義のボスどもだ。我が党は今日の生活のためには反自民ですが、明日のためには段断固として反共産である。さらに1975年には40年も前に起きたスパイサモン事件を追及。スパイサモン事件とは1933年12月23日に共産党の現委員長である宮本賢治と現副委員長の袴田里美らが党内に入り込んだスパイとして、小畑達夫、大泉健三、領中央委員を査問し、小畑達夫が翌日死亡した事件のことだよ。宮本賢治は治安維持法違反、殺人、不法監禁などで起訴され、無期懲役の判決が下される。
って戦後に治安維持法が廃止されたことから釈放されたんだ。共産党側は小畑の死は特異体質によるショック死であると主張していたのに対し、文藝春秋が小畑はリンチにより殺されたと真っ向から対立する見解を発表したんだ。共産党の現職委員長が監禁殺人事件を起こした疑惑があるという大スキャンダルを民社党は徹底的に追及。民社党の動きに対し社会党は歴史的背景治安維持法を無視して取り上げるのは正しくない野党の足並みを乱すな、と消極的な反応を示したよ。ちなみに共産党内ではスパイ査問事件をめぐって内出場を引き起こし袴田里美副委員長が除名されることになったんだ。こんな感じで民社党は共産党を不具体点の敵とみなす反共政党だった。そんなわけで全野党共闘はそもそも不可能だったと言えるね。また枝三郎は社公民路線を貫くために思想を社会民主主義へシフトし始めた。というのも公明党や民社党は反体制政党でもないし社会党ほど左派に偏ってはいない。そのため公明党民社党と組むなら必然的にイデオロギーを近づけていく必要があるわけで。ただこの社会民主主義へのシフト、社公民路線反共産党の姿勢は、今まで構造改革論を支持してきた周りの人から理解されず離れていく人も多く出てきたんだ。時間を戻して1972年衆院選では打って変わって社会党は31議席増の118議席、共産党は24議席増の38議席と社会党共産党の勝利となったよ。理由としては田中角栄首相の発表した日本列島改造論によって物価地価が高騰したこと、また経済成長が優先されたことにより社会福祉がおざなりされ国民の不満が高まっていたからなんだ。さらに1973年11月6日に第4次中東戦争が勃発し石油価格が暴騰したことで第1次石油危機が発生、激しいインフレーションにより国民生活に大きな負担をかけることになったよ。そんなこともあり自民党に対し特に対決姿勢を示す社会党と共産党に対する支持が強まった。1973年11月の朝日新聞の世論調査によると自民党の支持率が 40% に対し野党の支持率が 45% と逆転していたんだ。で対抗馬の公明党は言論出版妨害事件の余波で創価学会からの支援が弱かったことで公明党は低調に。この頃は創価学会内で公明党の損切りが議論されてたりしてたよ。こんな感じで世論は左傾化したことによって社会党内で共産党排除を求める右派の勢力は後退。さらに社会党内の第二共産党こと社会主義協会は勢力を大きく広げ誰も逆らえなくなる事態も発生。社会主義協会のイデオロギーはあれだけどやり方が実にうまかった。まず社会主義協会は党員機関紙の拡大に熱心で選挙活動を助けてくれるから社会主義協会に頭が上がらない議員は少なくない。社会党は口だけでやる気は大してなかったからね。実際に社会主義協会は社会新報の売り上げを6割増やしたり社会主義青年同盟加盟者を5割増やすという実績を上げていたんだ。また党員や活動家に対する学習活動に熱心だったことから党員や活動家からの支持が厚かった。社会党のある代議士はこのように語っているよ。社会党は一般的にこれらの青年たちを選挙の際に手足としてこき使うだけで、親身になってその人たちの悩みを聞こうとはしなかった。このため青年活動家の間に強い不満があった。一方、社会主義協会は一人一人、手取り足取り政治運動の理論ややり方を指導した。これでは青年活動家が協会派にシンパシーを感じるのは当然だった。社会党は末端の活動家を使い捨てるのに対し社会主義協会はちゃんと世話してくれる。そりゃあ活動家たちはどっちの方を支持するかは日を見るよりも明らかだよね。ただ社会主義協会はマルクス・レーニン主義の布教に熱心なあまりに沿わない人の入党を妨害するなどトラブルを各地で起こしていたんだ。それで社会主義協会の強みは活動家の団結力と活動力だよ。社会党には党大会の代議員の選出方法の規定がなく都道府県ごとにまちまちであったことに社会主義協会はそこにつけ込んだ。例えばある県では代議員を5人選出するものとする。それで社会主義協会は連携制、1人5票で決めることを提案。そして社会主義協会は鉄の団結力で全員同じ5人に投票。一方それ以外の人たちは好きに投票しました。そうすると社会主義協会は人数が少ないのにもかかわらず多くの人を党大会に送り込めることになるね。こんな感じで社会主義協会は実数以上の力を持つようになり党大会では大きな発言力を手に入れたんだ。話を戻して、
そんなこともあって1974年の第37回定期大会で共産党を含めた全野党共闘を前提とした国民連合政府綱領案を採択したよ。でこの頃社会党内部では大きな変化が起きていた。なんとあれだけ対立してた江田三郎と佐々木幸三が和解したんだ。理由としては佐々木幸三が利用していた社会主義協会が予想以上に勢力を広げ危機感を覚えたからだよ。ただ社会党内の構図は江田三郎 vs 佐々木幸三から江田三郎佐々木幸三 vs 社会主義協会に変わっただけで、肝心の派閥構想はなくなるわけでもなく、また佐々木幸三は共産党を含めた全野党共闘案を支持していたので江田三郎の社公民連合とは相入れなかったんだけどね。1976年にロッキード事件が発生。疑惑解明に熱心な三木首相と自民党田中派の間で対立が激化。また河野洋平ら6人が自民党を離党し新自由クラブを結成と自民党は大混乱に陥っていたんだ。こんな感じで野党には絶好のチャンスが訪れていた。ではこの絶好のチャンスの中肝心の野党第一党の社会党は一体何をやっていたでしょう？答えは相も変わらず派閥構想だった。社会党は社会主義協会協会派とそれに反発するグループ反協会派の対立が激化しており党を二分する大混乱に陥っていたんだ。さらに協会派と反協会派の対立は末端にまで拡大していき都道府県の党本部が分裂する騒動が各地で発生したよ。そんな中1976年2月7日に反協会派の中心人物である江田三郎は公明党の矢野純也書記長、民社党の佐々木良作副委員長の間で、政策集団新しい日本を考える会を設立。これによって協会派は強力な江田三郎への批判材料を手に入れたんだ。そんな中1976年衆院選が実施。結果は自民党は過半数割れ、追加公認で過半数を回復し260議席と与野党白昼状態になったよ。共産党はスパイ査問事件の煽りを受け惨敗。中道政党である民社党や公明党は躍進したため社公民連合を訴える江田三郎にとっては追い風になる。はずだった。なんと肝心の江田三郎はまさかの落選。さらに同盟を組んだ佐々木幸三も一緒に落選。他にも委員長経験者である勝俣誠一、元書記長の山本光一など社会党の大物議員が軒並み落選するまさかの事態が発生したんだ。反協会派が軒並み落選したことで社会主義協会は外貨を上げる。そして今回の衆院選で日本における社会主義への道が正しいことが証明されたと総括したよ。さらに社会主義協会は枝葉への攻撃を開始。1977年の第40回定期大会で社会主義協会は江田三郎を吊るし上げて追いぼれ、くたばってしまえなどの罵詈雑言を浴びせかけたんだ。あまりのひどさにある新聞記者はこのように述べているよ。社会党は国会運営について、これまで自民党に対し多数の横暴を批判し、少数意見の尊重を訴え続けてきた。ところが、自らの大会となると、少数意見を物の見事にやじり倒し、自らの論理を押し付けることに請求だったと言わざるを得ない。社会党のあまりの惨状に絶望した江田三郎は1977年3月26日に社会党を離党。思えば、構造改革路線の提唱以来、私は、社会党の革新のために、幾度か提言をし、努力してまいりました。残念なことに、身を結ぶことができず、幅の広い国民常識の党として、社会の全身的改革を目指して出発した社会党は、むしろ逆の方向に進んでおります。そして4月24日に市民運動家の菅直人と一緒に社会市民連合を結成したよ。こんな決意をして社会党から離党し新党結党に臨んだんだ。今の野党というものはですね、政策、逃げているんですよ。難しいことは逃げとく。どうせ与党が何かやる、出してきたら悪口を言う、そういう習性がある。私はもう小さくてもいい。中略日本が解決をしなきゃならん課題について、真正面から取り組んでいく。それも今ケイソンが取れんからイワシやサバをなんとかしようという、これも大事でありますけれども、これから5年先10年先に一体日本はどうなるのか、どういう文明を築いたらいいのか、どういう生活様式をしたらいいのか、そこまで根幹に触れた取り組みをしていきたいと思うのであります。が江田三郎は結党すぐの5月22日に急死。江田三郎の歴史をたどってみると前半は鈴木派佐々木派と戦い後半は社会主義協会といった感じで左派と戦い続けた。社会党内からも社会党の歴史は江田いじめの歴史と評されるほどだったんだ。自民党の田中角栄は江田三郎が社会党の委員長に就任することを恐れていたと言われてるけど、社会党はそのような人材を生かすことができなかった挙句、党から追い出してしまったんだ。また第1回で登場した西尾末広とは何かと共通点が多い。
両者ともトップに立つ資質を持っており、社会党を現実主義化させようと奮闘していた。そして努力も虚しく党から追い出されてしまった。江田三郎は西尾末広を追い出したものの、西尾末広と同じ足跡をたどり、今度は自分が追い出される側になるというのは何かしらの因果を感じるね。で、政敵である江田三郎を追い出すことに成功した社会主義協会に対する風向きが急激に悪くなってきた。というのも、江田三郎の悲劇的な死によって社会主義協会に世論の非難が集中、そして反協会派が反撃に打って出たんだ。加えて社会主義協会と近かった僧侶も協会派の一掃を支持。理由として民間労組は労使協調路線で合理化を受け入れており、労働界から僧侶は孤立化し影響力を減らしつつあったこと。またオイルショックによって状況が一変。不況や雇用問題を解決するためには反合理化路線は無理があるとして、合理化を受け入れるしかないと僧侶は考えるようになった。しかし社会主義協会は徹底抗戦を主張して組合内で混乱を招いていたんだ。そんなこともあって僧侶内で社会党を支持する組合のほとんどは社会主義協会の規制を支持していた。だけど社会党で大きな勢力を占めていた社会主義協会は組合内でも一定の勢力を占めていたんだ。が、江田三郎の離党と休止によって社会主義協会への批判が強まる絶好の機会が訪れた。そんなこともあって僧侶は社会主義協会叩きに便乗して社会主義協会を切り捨てたんだ。1977年9月の第41回定期大会で社会党は社会主義協会は理論集団を逸脱していると認定。機関の改革や活動家に力を与えすぎたとして全国大会の代議員資格を拡張させるなどを実施したよ。これで社会主義協会は規制されることになったんだ。後に社会主義協会系の学者は続々と西欧型の社会民主主義路線にくら替え、1985年に佐木坂悦郎代表が亡くなったことで社会主義協会はどんどんと衰退していったんだ。協会派と反協会派の派閥抗争は江田三郎の離党という事態を引き起こしたものの、反協会派の勝利で終わったよ。社会主義協会に勝利し、党の浄化に成功した社会党は党を再建することはできるのか。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。